いやみんな来てくれてありがとうルルナルだよ。 今日お届けするお話は、田舎で起きた。田舎の謎の誇ら。そこで起きた。なんとも怪しい。まあ言い伝えというのだろうかね。地元の人間は何かを知っているようだ。さあ、何が一体起きたんだろうか。そして真実はどこにあるのだろうか。じゃあ、聞いておくれよ。誇らの中。 俺が小学校の低学年の時、両親の離婚問題、裁判などで、俺は夏休みの間、母方の田舎で、じいちゃんばあちゃんと暮らすことになった。フォントド田舎で、周りは田んぼと山。まあ当時、ガキだった俺レは、昆虫採集ができて楽しかったんだけど、でもじいちゃんばあちゃんに、あそこだけは行ってはいかんぞ、と何度も言われた場所があった。 それは、裏山の中腹にある、ほこら防空壕だった。行ってはダメと言われてしまうと、やっぱり行きたくなるんだよね。ある日俺は、クワガタ取りに行ってくると嘘をついて、その山に入った。獣道を10分ほど登ると、ほこらがある。そのほこらの入り口は、横幅2メートル、縦1.5メートルくらいで、 白い網が横方向に垂れかかっていて、それに白い布が数枚かけられていた。とりあえず、外から中を覗き込んでみたんだけど、入ってすぐ、数段の降りる階段があり、その先は少し広めの空間があるように見えた。とりあえず、白い綱をまたがり中に入った。入った瞬間、 夏なのに、中はめちゃくちゃ涼しい。というか、寒いくらいだった。苔の吐いた階段を降りると、外から見た通り、若干横幅が広がっていて、さらに奥まで続いていた。しかし奥は真っ暗な上に、風の音が反響し、なんとも不気味で、昼間だったけど、その時は怖くなり、すぐ引き返した。 その晩、じいちゃんばあちゃんとの約束を破った後ろめたさがあったのか、夢にまで祠が出てきた。あくる日、どうしても祠のことが気になって、懐中電灯を片手に、もう一度祠に出向いた。祠の手前で、周囲に誰もいないことをよく確認し、素早く入った。階段を降りて、すぐさま懐中電灯をつけ、 奥を照らした。見たところ奥行きは10メートルくらいだろうか。もう少し前に進まないとはっきり見えないが、何やら奥にも入り口にあったのと同じような白い綱みたいなものが見えた。反響する風の音。ゴーという音に合わせ、その綱が少し揺れているのがかろうじて見えた。 急に怖くなって、また引き返そうかと思ったんだけど、好奇心も旺盛だったんで、じりじりと前に進んだ。できるだけ、懐中念頭を持った右手を前に伸ばし、2メートルほど進んでいくと、白い綱がはっきりと見えた。さらにその奥に、木の観音扉があった。ただの変わった神社かな、と思い、 懐中電灯で、その観音扉を照らしてみた。その観音扉、閉まってはいるんだけど、障子みたいな感じで、枠組みがあるんだけど、障子が満ちたい、ボロボロで中が丸見え。何やら、お供え物があったであろう食器類やろうそく立て、そして中央奥に変色して、ところどころ緑がかった丸い鏡があった。 なんか、そこらの神社の境内と変わらなかったか。半分がっかり、半分安心って感じで引き返そうとしたとき、ゴーッという風の反響音とともに、ぎーっときしむ音がした。振り返って懐中電灯を照らしてみると、観音扉が片方ゆっくりと開き出し、バサッ 白い綱も片方だけが落ちた。俺は全身鳥肌が立ちビビりすぎて声はおろか一歩も動くことができなかった。その時観音扉の中の鏡の中に何やら動くものが見えた。小さな小さな白く動くものが。懐中電灯の明かりが反射して はっきりとは見えないが、何かが鏡の中で動いている。いや、よく見ると、鏡の中ではなく、鏡に映る、俺の頭部、の、後ろ。つまり、俺の後ろに、何かいるのが鏡に映っていた。俺は膝はガクガク、体中におかんが走り、振り返ることもできず、ただただ、心の中で、 ごめんなさい。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 さいと、何度も言った。その白い何かは、しばらく俺の背後で、活発に動いていた。はっきりとは見えないのだが、なぜか背後に、ぴたりと、寄り添うようにいるのがわかる。人影のように見えた。俺は鏡から目を逸らすと、その瞬間、その白い人影に、 襲われるような気がして、目線から指先、つま先まで微動だにできなかった。鏡越しに背後の人影は、激しく手をめちゃくちゃな感じで振り回し、気でも触れたかのような感じで暴れてるように見えた。何分間、いや本当に時間の感覚がわからず、とりあえずごめんなさい。 ごめんなさいって念じていたら少しずつその白い人影は霧のように消えていったその瞬間俺は地面だけを見て一目散に抜けかけた腰とガクブルの足で走って逃げた帰ってからもじいちゃんばあちゃんにそのことを話すことはできなかった約束を破ったことで怒られてしまうのが怖くて 結局それ以来、ほこらには行かず、夏休みが終わり、俺は母さんに育てられることになり、母さんと二人で新たな町で生活をすることになった。それから数年たち、俺が社会人になってから、じいちゃんが他界した。もちろん葬式は田舎のじいちゃんちで行われたのだが、じいちゃんの田舎では葬式の晩村の者が集まり、 夜通し酒を飲み、明るく死者を送るというしきたりがある。俺も地元のおっさんたちと酒を飲んで、いろんなことを話しているとき、ふと、ほこらについて聞いてみた。じいちゃんに、何度もほこらには近づくなって言われていたんだけど、なんかあるんですかみたいな感じで。すると、さっきまで騒いでいたおっさん連中の顔色が、 あからさまに変わった。防空壕だよ、と、一人のおっさんが言った。しかし、ベロンベロンに酔った地元の青年が。あー、俺、あれの噂、ガキの頃聞いたことがあるよ。昔、な、女子さ、あそこに。すると、すぐ横にいたおっさんが、 何バカなこと言うとる変な話するでね。飲みすぎだおめえは。と、その若者を、はがいじめにし、表へと連れ出した。俺はすぐにピンと来た。というか、話が繋がった。あの時、俺が振り向いていたら、今頃俺は、ここには存在しないだろう。もちろん、その祠に入ったことは、誰にも言っていない。あの時、 俺の背後には、白い何かではなく、反響乱な色白の女が両手をでたらめに振り回しながら立っていたんだ。あの祠らに祀られていた彼女。一つだけ気になるのは、彼女は最後、霧のように消えていったんだけど、成仏したんだろうか。それとも、白い綱、今思えば、 白い綱に垂れ下がっていた白い布は受譜かなそれが外れてしまったことにより、ほこらから解放され、今もどこかを彷徨っているのかあるいは自分をそんな目に合わせた人物を探しているんだろうか今でも、あの日のことを思い出すと、全身に鳥肌が立って夜も眠れなくなる。